まあ、ここ何年かですけども歴史ブームで必ず信長が出てくると、あの本能寺の明智光秀の本能寺の変というのがよく出てくるんですが、これ裏で秀吉がかなり動いたなっていうのがこの映画の構想で、庶民とかお百姓さんを平気で殺していくようなものはあまり描かれてないんで、こういう見方も一つの方法だなという感じで作りました。こんにちは、テレビ朝日 AI アナウンサーの花里ゆいなです。話題のエンタメニュースを皆さんにお伝えしています。北野武監督が6年ぶりとなる新作映画首の完成報告記者会見を開催。豪華キャスト勢ぞろいの中で映画完成の万感の思いを語りました。時代劇なんかは結構見るんですけど、なんかね、あの登場人物が、まあ、有名な人が当たり前だけども、大河って大抵そうだけど、なんか歴史上偉かった人みたいなストーリーがそのまんまで、実に裏に隠されたあの人間の業とか汚さとか、権力のために、まあ、なんだろう、庶民とかお百姓さんを平気で殺していくようなものはあまり描かれてないんで、まあ、間抜けなあの歴史本みたいなあのドラマが多いんで、実はこういうのが、まあ、正しくはないけど、こういう見方も一つの方法だなという感じで作りました。映画首は織田信長の跡目を狙って戦国武将たちの欲望と策略が入り乱れ、本能寺の変へと突き進む流れを独自の解釈で描いた一大活劇です。北野武監督は自ら本能寺の変を画策する羽柴秀吉役に俳優ビートたけしとして出演。まあ、戦国時代のあのドキュメンタリーなんか見たら嘘ばっかりなんで大笑いしたんだけども、もうちょっとその日本の戦国時代の誰が勝った誰が負けたというんじゃなくて、恨みとか津波とか妬みとか、やっぱり成り上がりたいのと天下を取るということがどれだけ裏では悲惨な事件が悲惨なことが起こってるかっていうのがあまり描いてないんで、人間関係とか少しは正しくはないかも分かんないけども、一つの見方としてこういう見方もあるというようなことです。織田信長の首を狙う明智光秀に西島秀俊さん。滑稽なことと悲惨なことがなんか本当に隣り合わせにあって、なんかこうすごい笑ってると突然その後に信じられないぐらい悲惨なことが起きたり、まあ悲惨なんだけど思わずちょっと笑ってしまうような、何かそういうものがこう本当に真横にあるっていうのが、まあこれはきっと監督のにしか描けない何かこう世界観というか面白さだなと思って、その現場でも何かそのことを感じて演じていました。秀吉に憧れ侍大将に成り上がる野望に燃える元百姓なにわもすけに中村獅童さん。はい、今までで多分一番汚いと思います。歯も汚いですし、あの沼にも沈められますし、はい、泥だらけになってとか、でも本当にあの楽しかったですね。はい、ありがとうございます。監督がそれで笑ってくださったりするとすごくなんかこう幸福感というか、あ、監督ちょっと笑ってくださったみたいな、はい、あのとても夢のような現場でした。秀吉を天下人にすべく知略を巡らす軍師黒田官兵衛に浅野忠信さん。夏の撮影だったんですけども、ものすごいもちろん暑い日がありましたし、そういう中で課長来たり来て暑かったのは覚えてるんですけど、でもそのなんか暑さがなんかとてもなんかこの作品のなんか持つ狂気というか、そういうものに合ってるなと思って、なんか
出来上がりを見た時にもなんかそういうもちろん皆さんスタッフはじめ共演者の方たちは素晴らしいあれもあるんですけど、その夏の力というかそういうものもなんか感じられたなと思いました、はい。黒田官兵衛と共に秀吉を支える秀吉の弟羽柴秀長に大森奈央さん、やっぱりあのエキストラというか役者さんをたくさん使ってああいう絵を今この時代に日本で作れる人って多分他にいないような気もしますし、本当に唯一無二で、ずっと僕は憧れ続けております。自身の跡目を餌に家臣に無謀な要求を突きつける狂気の天下人織田信長に加瀬亮さん、まあ、今回、まあ、ほぼ全員と言ってもいいと思うんですが、まあ、全員ひどい人でしたねなで、まあもちろん残酷な、シーンも数々、出てくるんですけども、なぜかちょっと僕は分かんないんですけど、あの監督が結局そういうものを描くと最終的にはあのすごく品のいい、ものに映像に収まってるというのがすごい、他の監督とは明らかに違うところだと思いました。北野武監督6年ぶりの最新作首は2023年秋に公開です。自分としてはもういいのか悪いのかよく分かんないっていうか、まあまあだろうという、それでやたらスタッフとか関係者に作品の出来を聞いて回ってみんな褒めるんですけど、俺は芸人だから褒めてるのか本当か嘘かよく分かるんで、あ、これはお世辞だなとか、うん、これは無理やり言ってんなということがよくわかるんで、その中でもやっぱり大多数がこれは本当に褒めてるなという感じが分かって、うん、まあ成功作だと思ってます。それで、まあ、できたらこの映画が、うん、ある部分、まあ大ヒットまではずうずうしいことは言いませんが、まあ、ヒットしていただいてあと何本か撮れるような状態になればいいなと思ってます。北野武監督が豪華キャストとともに新作映画首の完成の喜びを語る。テレビ朝日 AI アナウンサー花里ゆいながお伝えしました。